プロ野球楽天からドラフト5位で指名を受けた金沢学院大学の松井智孝投手が金沢中警察署の一日警察署長に就任し、交通安全や詐欺被害の防止を呼びかけました。金沢中警察署で委嘱状を受け取り、一日警察署長に就任したのは金沢学院大学の松井智孝投手です。松井投手は穴水町の出身で、プロ野球東北楽天からドラフト5位で指名されました。金沢中警察署管内にある大学から誕生するプロ選手ということで、一日警察署長に就任しました。これから年末年始に向けて悪天候が続くことが予想され、松井投手は高齢者の死亡事故防止や特殊詐欺への注意を呼びかけました。ピッチャーだとやっぱ球速は大事ですけど、その運転とかなるとやっぱ飛ばしすぎはダメだと思うので、その交通安全がやっぱりしっかりしてくれば街の平和も来ると思うので、県民の皆さんよろしくお願いします。金沢中警察署は年末年始特別警戒パトロールを来月3日まで続け、コンビニや金融機関を狙った強盗にも目を光らせます。